パルス療法士協会、寺田整骨院代表の寺田です。一般の方がですね、家庭とかね、外でですね、できる簡単なストレッチ、トレーニングなんかをご指導しております。そしたらですね、引き続き手首のね、ストレッチなんですけど、手首はですね、筋肉がずっとですね、この指をですね、伸ばしたり、手首を上に上げたりする筋肉っていうのは、このままずっとですね、腕の外側についてるんですね。この筋肉を伸ばすことで、ストレッチしていきます。ですので、わかりますかね。手首を曲げて、この筋肉を伸ばしますね。いわゆるテニス肘なんていうのは、ここのところがですね、ずっと外側が痛くなるんですけど、いわゆるこの筋肉がですね、疲れたり損傷することで出てる痛みなんですね。はい。ストレッチしていきます。息を止めずにですね、じわーっと筋肉意識して、ですので、この辺り外側までこうずっとこれを意識して伸ばしてあげてください。気持ちいい範囲で伸ばしてあげてくださいね。次にですね、逆側もやっちゃいましょう。ね、指を曲げたりですね、手首をこっちに曲げたりする筋肉は逆にですね、こちらについている筋肉なんですけど、これも腕を通り越してですね、この前腕を通り越して、今度は内側にですね、ついてるんですね。ですので、こちらの筋肉が疲れてきたり損傷すると、この肘の内側痛み出ることが多いんですけども、今度はこの筋肉ですね、こちらずっと前についている筋肉を伸ばしていきます。ですので、こういった形ですね。はい、じわーっと気持ちいい、痛気持ちいいなとか気持ちいい範囲で伸ばしていきます。ですので、ここまで筋肉ついてるんで、肘を曲げてだとなかなか全部伸ばないんでね、肘をしっかり伸ばして、全体を伸ばす、ストレッチするようにしてあげてください。はい、全く同じことをですね、こちら側とこちら側で、行ってあげてください。はい、手首のストレッチは以上になります。はい、では引き続き頑張ってトレーニングしていきましょう。ありがとうございます。